日本の昔話、八つ化け頭巾。昔々あるところに、いたずら者の和尚さんがいました。ある日、和尚さんが村外れの道を歩いていると、道外れの藪の中で一匹の狐が古びた手ぬぐいを前にして、化け方の練習をしているのです。これは面白い。和尚さんが覗いているとも知らず、狐は手ぬぐいを頭に乗せ、くるりんぱと若い娘になりました。ははーん、あの手ぬぐいが化け道具なんじゃな。なんとかだまくらかして、頂戴するか。和尚さんはわざと知らん顔で歩き出しました。すると、狐が化けた娘が、しゃなりしゃなりとやってきます。和尚さんは、狐が化けた娘に向かって言いました。これは美しい姉様じゃのう。だが、化け方がなっとらん。上の方は良いが、足元がまだまだだな。正体を見破られた狐は、びっくりして、元の姿に戻りました。どこの和尚様か存じませぬが、私の化け方はそんなにダメですか？ダメダメ。まだまだ未熟じゃ。そこへ行くとこのわしはどうだ？狐には見えんだろう。え、狐なんですか？私はてっきり本物の和尚様かと思いました。そうじゃろう。何しろわしの化け道具は有名な八つ化け頭巾だからな。そう言って和尚さんはかぶっていた頭巾を見せびらかしました。もちろんこの頭巾は普通の頭巾です。でも和尚さんの言葉を信じた狐は羨ましそうに言いました。へえ、これがあの八つ化け頭巾か。いいなあ。どうだ？なんならお前の手ぬぐいと取り替えてやろうか？あ、本当ですか？それはもうぜひとも。こうして和尚さんは狐の化け手ぬぐいを手に入れたのです。よしよし、うまくいったぞ。和尚さんが寺へ帰ると、寺から寺へと見回り役を務める僧正様がお供の小坊主を連れてやってきました。二人を迎えた和尚さんはこんなことを言いました。お勤めご苦労様です。この廊下の先に二つの部屋がございますから、どちらでもお気に召す部屋でお休みくださいませ。わしはお茶の支度をしてまいります。ほう、それはありがたい。僧正様はそう言うと、廊下の先の片方の部屋の襖を開けました。するとそこには、若くてきれいな娘がにっこり笑って座っていました。僧正様は顔を真っ赤にしながら、ああ、いや、わしはおなごには興味はないんじゃよ。小坊主の手前、僧正様はそう言って襖を閉めると、もう片方の部屋の襖を開けました。すると、そこにはありがたい仏像が祀ってありました。おう、これこそがわしにふさわしい。何枚だ、何枚だ。僧正様は真面目な顔をしてお経を唱えたものの、やはりさっきのきれいな娘が気にかかります。そのうちに小坊主が居眠りを始めたので、僧正様はこっそりと隣の部屋へ行ってみました。すると娘がにっこりして、まあ、お坊様、お酒を一杯。ささ遠慮なさらずに、と上等の酒をついできました。僧正様はたらふく飲んで上機嫌です。そして下心を出して娘の肩に手を置こうとしたその時、娘が突然カッと目を見開いて不動明王様になったのです。この生臭坊主め、仏に仕える身でありながら、酒を飲んだ上に、女子に手を出したな。ひゃー、
お許しくださいませ。僧正様は裸足のまま外へと逃げ出してしまいました。実は娘も仏像も不動明王もみんな和尚さんのいたずらだったのです。おしまい。